青番周回の3コーナーから4コーナーに向かうところ、近畿勢前行きを選択いたしまして、2番車の田中が前から、切れ目に6番車の後藤がいて、後方3番の笠松、ここで笠松が動いてまいりました。ゆっくりと上昇は3番の笠松翔太。残りは2周回、田中は車を下げます。ここで6番車の後藤が切り替えました。笠松が前を抑えて、切れ目に6番車の後藤が切り替えて、2番車の田中大河は現在は5番手です。前後布陣が入れ替わっています。さあ鐘の3コーナーから4コーナー、5番手、ここから2番車の田中大河、近畿勢が一気に仕掛けてまいりまして、さあ3番の笠松を仕留めにかかりました。逃げる3番の笠松叩いていって、2番車の田中が先頭に変わる。追走が5番の伊藤で、3番手には4番の富尾恭平です。叩かれて3番の笠松が現在は5番手、6番の後藤が4番手です。さあ飛ばす2番車の田中、これで番手絶好が5番の伊藤誠希、3番手には4番の富尾恭平、5番手付近から、さあ4番手、先に6番車の後藤がここは縦に踏んでまいりますか。4コーナーを回ってくる。先頭は2番の田中、田中先頭で踏ん張ったでしょうか。